厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。動画の最後に予備チャンネルのご案内がございます。ぜひそこまでご覧ください。よろしくお願いします。訪台感謝。李登輝元総統追悼訪問団。元首相がそこまで。日本の森元首相が台湾で見せた思いやりに台湾人が超感動。台湾を訪問中に森元首相が見せたささやかな思いやりが台湾の人たちを感動の渦に巻き込んでいました。李登輝元総統の追悼のために台湾を訪れた森元首相、体調が悪いのに元首相がわざわざ台湾を訪れてくれたとネット中継されるほどの大騒ぎになっていて、中でも蔡英文総統の似顔絵が入った漫画雑誌を自ら購入して直輸入というジョークを交えながらプレゼントする心配りを見せたことが注目されています。そんな森元首相の小さくて大きな思いやりに台湾の人たちからは感動の声が寄せられていました。以上、ネットの情報。以下、台湾ネットの声。なんて素敵なおじいさんだ。贈り物が素晴らしいね。俺も一冊欲しい。心のこもった訪問をしてくれて日本にありがとう。対日友好、早く日本に行きたいな。日台友好、台湾は永遠に日本の友人だから。森元首相はまだ完全に回復したわけじゃないのにね。きっと李総統には日本の気持ちが伝わっただろうね。アメリカと日本の次はチェコも訪問してくる。これでもっと自由な世界が台湾に訪れるといいな。蔡英文総統は最高だよ。台湾と日本の関係がより深いものになりますように。パンデミックが早く終わって東京オリンピックが開催されますように。元首相が元総統にお別れを言うためにわざわざ台湾まで来てくれるなんて貴重な友情関係だね。雑誌のカバーと同じポーズをした総統の写真が見てみたい。李総長のために来てくれた日本の皆さんには本当に感謝してる。蔡英文総長は訪問の様子を放送してくれてありがとう。総統府での日本語通訳はめっちゃ良かった。台北ホテルの通訳はあーばっかり言ってめっちゃ聞きづらかったけど、漫画を産地直送ってキュートなおじいちゃんだ。産地直送って笑い、マジでユーモアのセンスがあって面白いじいさんだわ。雑誌を自分で購入して産地直送してくれる森元首相に感動した。もともとのスピーチではユーモラスに直輸入しましたって言ってて、産地直送とは言ってないよ。通訳がそう訳しただけで、贈り物がすごくキュートだし心がこもってるね。日本語があまりできるわけじゃないけど年配の日本人には軽く見えそう。ちゃんと敬語になってるのかめっちゃ不安なんだけど、日本語にあまり自信がないなら中国語の方がいいんじゃないかな。どうせこれを読んでるのは台湾人だし日本語も問題ないと思うよ。失礼な感じはしない。日本語めっちゃ上手だね。日本人は本当に繊細で贈り物を吟味するよね。森元首相は良くなってるとはいえ腎臓が悪いのにわざわざ来てくれるなんて。森元首相の早い回復を願ってる。85歳で透析してるんだよ。自ら来てくれるとかマジか。台湾が近代化できたのは
日本統治時代があったおかげだよ。以上、台湾ネットの声。以下、日本国内ネットの声。こいつが出現しないか結構心配なんだが、口は災いのもとを体現してる人だからな。森本さんは、ああお前ら上っ面しか見てないわ、抜けか。森さん、よくぞ言ってくれた。安倍ちゃん情けないぞ。いろいろ言われてる人だけど、人選的にはこれ以上ない人だけどな。安倍さんが森さんに直接電話で依頼したらしい。麻生副総理も閣僚だから東京で機長が精一杯かな。李登輝元総統が日本でがん手術したいと言ってた時に、日本の外務省が中国怖さでビザ発行しないよう知ってたの。押し切ってビザ発行させてたのが森元首相だからな。親分肌で統率力はあるんだけど、知能に問題のある人だからな。総理よりヤクザに向いてる人。任侠の世界じゃないけど、仁義には厚そう。有能ではないけど、仁徳と運はあるんだよな。普通に有能な人だよ。だから、マスコミに潰された。マスコミに叩かれてた当時は、どうかと思っていたが、マスゴミに、騙されていたんだということが、今ならわかる。マスゴミに、持ち上げられた総理の方が、よっぽどやばいことしてる。失言系は、最近、疑ってみる。無能か有能かの二択なら、当然有能な人だけど、危なっかしいんだよな。制御できる人が周囲にいないと。いろいろ叩かれた人だけど、ラグビーワールドカップでだいぶ再評価されたし、少なくとも二階幹事長よりはマシなんだよな。こいつ嫌いだけど、台湾の人たちが喜んでくれるなら口を閉じよう。プレゼントってビンクコミックだっけ。なんでビンクコミックに台湾の大統領載せてたのか気になる。22歳まで日本人だった。京大卒の李登輝氏が日本で心臓の手術をしたいと言った時、外務省が中国に忖度してそうはさせぬ意地悪したんだよ。それを一蹴したのが森氏だ。本質見ていない人が失言とか言う。森さんも麻生さんも悪事をしているという意味ではなく、世代的なちょい悪なところがあるし、本来は好かれる方のガードの甘さなんだけど、うまい具合にマスコミに悪い印象にすげ替えられたからな。森本が初めて役に立った。現職時代、日本の高校生の乗った訓練船がハワイ沖で米軍の潜水艦にぶち当たられ、大勢亡くなった時、報告を受けた後ものんきにゴルフ続けていたおっさん。愛媛丸海難事故の時、ゴルフラウンド中第一報を受け、そこを動かず待機してくれと官邸から要請を受けた。それをそのままゴルフ回ってたみたいなイメージ操作され、マスコミに叩かれ、ゴルフ辞任に至ったというのが真相。時系列で言えば、日曜日にゴルフをしていたら海難事故が発生した。発言の背景を言えば、神道の集まりで神の国発言をした。どこも悪くもなく失言でもないことに、マスコミが尾ひれをつけて悪印象をばらまいて、国民側に受けて1年で失脚。マスコミの印象操作で未だに叩くコメント、情報を上書きしてみてきちんと評価したらどうなの。森の評価は賛否あるだろうけど、外務省はいい話が一つもないな。森さんのことを再評価します。麻生太郎さんも、マスゴミはいらん。李登輝総統を日本で治療してくださってありがとうございます。日本は神の国発言で失脚。2000年5月、
当時のマスコミが狂ったように報道した理由が分かった気がする。今でも特定のアジアの国は日本の報道に影響を与えすぎ、今考えると神の国発言問題なんて典型的な日本左翼マスコミの言いがかりだった。残念ながら当時の自分には分からなかったが、今ならやめなくて済んだかな。安倍ちゃんも今回は品が騒がない程度に影響力がある有能な人材選んだな。森元総理はかなり有能というか、しっかりとした政治家なんだよね。だからプロパガンダ貼られてマスコミに潰されたんだけど、未だに騙されてる人もたくさんいる。マスゴミが必死に潰しただけで十分に有能な人、マスゴミに騙されたままの人が多いけど、結局徳和にとって都合が悪い人なんだろう。良くも悪くもオールド自民党という人、あの小泉の面倒を見てたんだから懐が深い人ではあるんだろう。2011ラグビーワールドカップ招致の時に森さんが協会のミラー会長に、君たちはいつまで仲間内だけでパス回ししてるのかねと言ってのけた。それでこうして森本はラグビーワールドカップを招致し、五輪の招聘を成功させてる。有能なんだよな。こうやって台湾との仲の良さを見るとわかるだろ。なぜマスコミが森さんを潰しにかかったのかを在任中の実績調べると、普通に有能な人なんだよね。特にジャパン規制緩和でネットのインフラの整備が急速に進んだ。マスコミが叩いていたほど悪ではないよなってことなんだろうが、やっぱりゲヤする前の自民は偉そうなやつが多かった気はする。以上、日本国内ネットの声。この度当チャンネルが何らかの都合で閉鎖に至った場合の予備チャンネル海外の反応ファイトジャパンを作成しました。現在当チャンネルを登録していただいている視聴者様には、予備チャンネルにもぜひチャンネル登録していただきますようお願いします。ご登録があれば毎日の場合でも引き続き投稿動画をお楽しみいただけます。具体的には、1パソコンでご視聴の場合は動画画面下のもっと見るをタップしてください。2スマホの場合は動画画面下の動画タイトルをタップしてください。3タップすると関連チャンネル海外の反応ファイトジャパンという文言の下に URL が表示されますから、そこをタップしてください。4チャンネルページに入りますので、チャンネル登録をお願いします。5新チャンネルの動画をご覧いただきますと、この間の経緯を簡単に申し上げています。これもぜひご視聴いただきたくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか。この動画の情報や内容にご共感いただける方、今後の動画をご期待いただける方は、画面右下のグッドマークをクリックしていただきますようお願いします。また一言でもコメントをいただけたらありがたく存じます。ただヘイトとみなされる文言は YouTube からブロックされますので、ご注意ください。最後にチャンネル登録と通知音をお願いします。チャンネル登録していただきますと、登録済みの横にベルマークが表示されます。そのベルマークをクリックすると通知音になります。これでこのチャンネルが新しく動画投稿した時、その情報がすぐにご連絡できます。どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴
ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もしご視聴がまだでしたら、ぜひご覧ください。